この子は僕がミハイルのために作った折り紙の小鳥。取るに足らぬ。いい度胸だ。亡者再臨。立ちなさい。くだらない。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。はっ。月光を知るにと。この月下で全てを照らさん。甘く見たな。死ぬがいい。はっはっ。チェックメイト。お別れの時だ。落ち着いて。俺が守る。勝負事など気
気にする必要なし。虚しいものに過ぎぬ。一つだけ怪しい。開けてみよう。何？どうして急に明かりがついたの？びっくりした。それにしてもこんなにドアがあるなんて。多分この中のどれか一つから出られると思うんだけど。亡霊がまた行った。はっ！素晴らしい時はさようなら。お別れの時だ。落ち着いて。亡者再臨。
に火を、炎の槍を断ち切れ。月光を剣とす。授けん。この体に治療は呼吸するその感覚覚えて。この月下で全てを照らさん。大丈夫。素晴らしい時をさようなら。いい度胸だね。落ち着いて。亡者再臨。戦闘準備。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。お別れの時だ。立ちなさい。途中で会ったモンスターたちに向かって、これがファミリーの隠してる秘密なの。見たな、厄介を避け。この体に治療はいらない。全員死刑。素晴らしい時、さようなら。いい度胸だね。天使を授けん。あら、優しい、ね、償いたまえ。亡者再臨。落ち着いて。大丈夫。お別れの時だ。厄介を避け。この体に、この月下で全てを照らさん。立ちなさい。正しい方法を知らなければ、死の影から逃れることはできないわ。落ち着いてください。私はあなたたちの味方よ。私のメモキーパー、ブラックスタイルと呼んでくれない。素晴らしい時は、さようなら。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。いい度胸だね。天使を授けん。あら、優しい、ね、この月下で全てを照らさん。亡者再臨。もう殺せぬぞ。亡者再臨。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。この月下で
全てを照らさん。月光を剣とす。素晴らしい時、さようなら。立ちなさい。また会いましょう。さあ、待て。目が覚めた、寝ぼすけさん。いい夢を見たようね。どう？夢の中に私は出てきたかしら？ようこそ、現実のホテルレバリー。あなたが最もよく知る、最も安全な場所へ。あなたの精神状態が正常でよかった。あの原始の無境の影響を受けなかったなんて、運がいいわね。あなた、あの子に随分関心があるのね。彼女は、死を前にしても、力の限りあなたを守ろうとしていた。私ですら少し感動してしまうくらいだったわ。あなたの頭の中が、疑問符でいっぱいなのは分かっているけど、焦らないで。まずは、あなたを心配している仲間たちに、無事を報告しましょう。怪しい。そんな都合のいいことある？あの人は絶対問題があると思うけど。でもブラックスワンは確かに彼を見つけて救ってくれた。今はひとまず相手に周到な準備をしてから来ている。慎重に接した方がいい。姫子さん、ほら、約束通りこの子を連れて帰ってきたわ。大丈夫？現実にも夢にもあんたがいなくて、うちめっちゃ心配したんだから。無事でよかったわ。紹介するわね。彼女はブラックスワン、ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーよ。うん、姫子が言うには無境の調査中に偶然会ったんだって。まだ知り合ったばかりなの。でもあなたのおかげで、この機会にお互いの理解を深められるかもしれないわ。それで、どうしてあんたはあんなところに落ちたの？何があったか教えてくれる？つまり、君を襲ったのは赤い服を着た、幻術が得意で他人の姿に化けられる女性、ということか。
彼女の名前は花火。ピノコニーに紛れ込んだ仮面の愚者よ。でも安心して、あの子はしばらく皆さんには手を出してこないから。きっと今頃は自分が成功したと思い込んで、どこかで意気揚々としていると思うわ。君は彼女のことをよく知っているようだな。もちろん、私はここにいるすべての人間を知っているもの。ピノコニーでは誰もが嘘をつくかもしれないけれど、記憶は嘘をつかない。だからこそ私は皆さんに一つの事実を明らかにするわ。花火さんのトリックは人を幻覚に陥れることができるけれど、あの奇妙な夢は彼女とは関係ない。ピノコニーそのものに由来しているの。ピノコニーそのもの？あ、まだ気づかない？いわゆる無双の地というのは、ファミリーが何らかの手段で大切に守ってきた成果であり、美しく造成された夢なのよ。そして彼の落ちた記憶域、それこそが無境の本来の姿。混乱、危険、謎、変幻自在の迷宮に住む記憶の獣。彼女の言う通りかもしれないわ。みんな夢に入った時に見た景色は覚えてる？あれ、みんな同じものを見てたの？うちも覚えてる。あとは客室、そこから鏡を通って長い廊下に出て。思考の回廊、ホテルのスタッフはそう呼んでいた。その景色と夢の中のピノコニーは全然似てないけど、ブラックスワンの言った無境とはよく似ていると思わない？確かに最初は気にしていなかったが、よくよく考えてみると両者の共通点は多いようだ。それに常連客から聞いた話だと、夢に入って最初の駅はもともと無境ホテルだったけど、ちょっとした事故があってホテルは現在修繕中らしいの。建物はどんな時に修繕が必要になるかしら。彼が経験したことと結びつけて考えれば、答えははっきりしているわ。ピノコニーの美しい夢は沈没している。元の姿に戻って深海に沈んでいるの。沈没？それって無境世界は崩れかけてるってこと？無境ホテルで起きていることはその予兆よ。なるほど、これでファミリーの言葉の違和感にも説明がつく。もしこのニュースが外部に知れたら、宿泊客の実際の安全性がどうであれ、宴の星の評判は必然的に影響を受けることになる。調和セレモニーが近づいている今、彼らはそれを隠すしかなかったんだ。宿泊客の安全、それすら保証できないかもしれない。彼の遭遇したモンスターが最高の証明じゃないかしら。もう一つ教えましょうか。あの記憶域ミームについて、死と暗殺を暗示するミームがなぜファミリーが絶対安全と宣言する夢に現れるのか。ピノコニーでは誰もが嘘をつく可能性がある。それにはファミリーも含まれているかもしれない。ブラックスワン、現状は十分理解したわ。あんたの最初の提案に戻るけど、ガーデン・オブ・リコレクションはどんな理由で請求列車と協力しようと思ったの？ああ、少し訂正させてほしいのだけど、これは私個人のお願いで、
ガーデンを代表するものではないの。答えは簡単よ、姫子さん。私はただ交換をしたいだけ。記憶に関する交換をね。職務の他に、私にも個人的に追求したい美学があるの。私はメモキーパーであると同時にコレクターでもある。私もキラキラと輝く貴重な記憶を目にしたい。こう言えば理解してもらえるかしら。そしてあなたたちは請求列車の七死人、開拓の道を実践する者。私はあなたたちの潜在能力と、あなたたちがこの舞台で放つ唯一無二の輝きを信じているの。これが私が皆さんと友達になりたい理由よ。悪夢と美しい夢が交わる地、それこそが記憶のゆりかごにふさわしい。わかったわ。でもあんたに返答する前に、こちらでいくつか話し合いたいことがあるの。構わないわ、好きにしてちょうだい。姫子、どう思う？彼女の話は信用できない。意図的に誘導しようとする要素が少なくなかったわ。でも私は最悪の可能性を心配してるの。もし本当に無境の異変が存在していて、それが自然発生したものではなく、誰かが裏で糸を引いていたのだとしたら。だとしたら、それは高確率で時計屋の招待状と関係があるだろうな。え？なんでそうなるの？極端な状況は置いておくとして、無境の異変を推し進めようとする意図、ファミリーと対立する立場となると、考えられる可能性は2つしかない。誰かが外部の勢力を引き入れ、ファミリーに揺さぶりをかけ、ピノコニーを掌握しようとしているか、あるいはファミリーが自分たちを守るため密かに外界に助けを求めざるを得なかったかだ。だが招待状の暗号文、そしてファミリーの反応を見るに、前者である可能性が高い。つまり七死人の暗号文を発信した人物と無境の異変の黒幕は同じ陣営、もしくは同一人物かもしれないってことね。でもそれって何の説明にもなってなくない？やり方だけなら愚者やリドラーにだって真似できるし、カンパニーだって解読に成功したんでしょ？美月ちゃん、落ち着いて。これはただの可能性よ。でもこの暗号文がただのいたずらじゃなくて、誰かが意図的に開拓者を招待したのであれば、私たちも放っておくことはできないわ。次は俺が発見したことについて話そう。残念ながら悪いニュースだ。確かな筋からの情報によると、ピノコニーで銀色の鎧を着た背の高い男性を目撃した者がいるらしい。俺はハウンド家に話を聞いたり、その侵入者に会ったという来賓たちを訪ねたりしたんだが、その結果これを手に入れた。ほら、送ったから開けてみてくれ。コホン、聞こえる？久しぶり、請求列車。ピノコニーは楽しかった？これってあのハッカー娘？真面目な話をするけど、あなたたちがピノコニーの異変を調べてることは知ってる。むしろワクワクしながら見させてもらってる。調査が進めば進むほど、美しい夢の真実を知るチャンスが増えるから。ファミリーは何かを隠してる。そうでしょ？こっちも掴んでる情報があるから、優しい私があなたたちに共有してあげる。ただ残念ながら、素敵な休暇はこれで終わり。このコードはあなたたちのドリームプール、あ
の夢を見るための装置に入力して隠しモードに行ってみて。位置の座標は全部パッケージ化してあるから一括でコピペするだけで大丈夫。それとサムのことはもう聞いてるよね。楽しみにしてて。あいつは単純な性格で正々堂々とした勝負が好きだからきっとあなたたちと気が合うと思う。あいつの情熱に圧倒されないように祈っててあげる。おっと、そういえばあいつからの伝言があるんだった。たどり着けない夢の中で間もなく演目の幕が上がる。頑張って。もういろんな勢力が動き出してるから七死人も遅れを取らないように。性格ハンターのやつらピノコ人にまで根を張ってるなんて本当にしつこいんだから。明らかになった。宴の星は見かけほど単純ではないようだ。時計屋の遺産をめぐり、ファミリーを含む多くの勢力がそれぞれの目的を持ち、互いにバランスを保っている。その遺産が何なのかはまだわからないが、この争奪戦は遅かれ早かれ罪のない人々にも波及するだろう。妖覚士サム、グラモスの鉄器の残党で遺伝子改造戦士、常人とは異なる認識を持ち、行動は果断で妥協の余地はなく、カフカやジンにも劣らない危険分子だと言われている。これは脅迫状だ。銀狼が言っていた隠しマップとは封鎖中の無境ホテルに違いない。今後のことを考えると実際に一度現場に行ってみる必要があるな。そう考えたからこそ俺も最初はこの話を持ち出さなかったんだ。だが今は請求列車にも関与する理由がある。ファミリーに聞かれたら列車組が性格ハンターを追っていることを正直に話そう。きっと理解を得られるはずだ。そして相手の反応次第で次の行動を考えればいい。これで意見はまとまったわね。それじゃ戻ってブラックスワンに知らせましょう。なんで無糖のスラーダがないんだ。ブラックスワン、列車組はあんたに協力するわ。私たちも記憶域にふさわしいガイドが必要だから。任せて。皆さんを失望させたりしないわ。あんたたちは自分の部屋に戻ってちょうだい。夢に入る準備をして、うまくいったら無境ホテルのロビーで落ち合いましょう。俺は現実に残って君たちの安全を確保する。必要ならファミリーとの交渉も行おう。それで問題ないか、ブラックスワン。この手で仲間を救ってみせても信用してもらうのは難しいのね。もちろん問題ないわ。ただ私の心は少し傷ついたけれど。そっちは頼んだわ、ベルト。私たちは無境の真実を見る準備をしましょう。しばらく忙しくなりそうだけど、ホタルは現実に戻れたのかな。気になるけど俺には連絡手段がない。ブラックスワンに聞いてみるか。なんで無糖のスラーダがないんだ。はっ、呼吸するその感覚覚えておいて。食材の時だ。天使を授けん。もうじゃ再臨。立ちなさい。人体は皆脆いがゆえに美しい。
本当にできるとはな。メモキーパーにとってこの程度の記憶域は子供の遊び場に過ぎないわ。さ、ここは行き止まりか。うまくできたわね。あなたには記憶の才能があるわ。エレベーターがある。ロビーのものとそっくりだな。これに乗れば目的地に着くはずだ。でも前方の記憶域はかなりひどく歪められているみたい。二人とも気をつけて。そんなに簡単ではないと言ったでしょ。ここはどこかしら。このドアも鍵がかかる。このままじゃキリがないわ。やっぱり私にやらせて。この記憶域は歪みすぎているわね。少し優雅じゃない手段を取る必要がありそう。二人とも少し時間をちょうだい。ああ、あった。この無境の中心が見えたわ。ファミリーの人間がいる。他にも何人かが手探りで進んでいるみたい。あなたの仲間もうまくいっていないようね。一人、二人、三人。え？三人？この三人目は、ロビーへの道を探している。待って、これは、前にあなたと一緒にいた女の子。私にもわからないけれど、記憶域に見覚えのある影があって、それが彼女の感じに似ているの。彼女には何か無境に入らなければならない理由でもあるの？彼女は走ってる？いえ、これは逃げてるのかしら。彼女の後ろに何か。まずいわ。二人とも先を急ぎましょう。事態は急を要するわ。今回は例外的な手段を使ってあなたたちを連れて記憶域を突破するしかない。記憶域から彼女の思考をいくつか拾い上げたの。これはあなたたちが彼女に対するイメージを組み立てるのを助けてくれる。この思考を頭の中でしっかり掴んで整理して形にしてちょうだい。さっきよく知っている記憶を、今彼女だけじゃない。あなたたちが遭難した時現場にいた第三者。早くここを通り抜けて。
高度の夢を見た。一本の新芽が土を突き破り、朝日に向かって咲き誇る。そして私に囁くの。人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと思う。気をつけろ。近くから危険な匂いがする。二人とも警戒を解かないで。あなたは大丈夫か？こっちを見て、落ち着いて深呼吸するんだ。いいな。やるわ。落ち着いて。あなたは大丈夫。こんな時に申し訳ないのだけど、私はしばらくここを離れなければならないの。まだ死はうろついている。姫子さんと美月さんの安否を確認して警戒を続けないと。彼のことはあなたに任せるわね、ヨミさん。こんなことになってしまってすまない。あの少女に気を取られて見過ごしてしまった。私のためらいが彼女を死なせてしまったんだ。本当にすまなかった。すまない。私に選択の余地はなかった。あなたの怒りは理解できる。甘んじて受け入れよう。
だが、まだその時じゃない。私たちは、真の敵がどこに隠れているのか、それに対抗するにはどうすればいいのか、しっかり考える必要がある。心の痛みに思考を振り回されてはいけない。自分を保たなければ、正しい道は歩めないんだ。敵に情けをかける必要はない。それは己に対する残酷な行為だからだ。だが、真の敵が誰なのかはしっかり見定めなければならない。以前、こう諭されたことがある。あなたは、刀を振るう意味と代償を知らなければならない。これは、多額の血の負債を抱えた人間が、あなたに送れる唯一の忠告だ。二人とも、ただいま。姫子さんから伝言よ。悪いニュースと、いいニュースがあるわ。連れて安全な場所まで避難してちょうだい。余裕があればそのホタルのことを先に調べても構わない。後でクロックボーイの彫像の前で合流しましょう。そういうことだから姫子さんに頼まれた通り二人を連れて現実に戻ろうと思うの。あなたが無事でいてくれてよかった。出発しましょう。話の続きは安全な場所に着いてからね。ブラックスワン、転送ゲートを開くつもりはないのか。転送ゲートを使うのはおすすめできないわね。彼の精神状態はまだ不安定だから、さっきのような乱暴な移動はできるだけ避けたいの。それに、撤退するときに、ホタルさんのために何かできることがあるんじゃないかしら。この辺りには、彼女の痕跡が残ってる。それが完全に消えてしまう前に、あなたたちの記憶にしましょう。道すがら調査ができるなら、それもいいな。それじゃ、出発しましょう。まずは別の道を探さなければならないけれど。すまないが、あと数分だけもらえないか。まだ、やり残したことがあるんだ。死があなたの長い夢を終わらせますように。そしてあなたを目覚めの世界へと導きますように。こっちよ、ついてきて。